もうなんかね、やって、今、麻雀プロって多いんですよ。園田が鼻血が出てますね。突 な然、ぜか突然、ちょっとはい、今、興奮してるんで、はい、対局が止まっ対て局おがり止まますってます。が。はい。笑ってる。はい。鼻に手術やって対局手術してちる。ょっと、嘘こでれしでょ。進行あ、これしちで、ね、ゃう感対じ局、で対大丈局夫でですす。か？はい。笑わめっさにち来ゃ、てますね。完もう全に。全員笑嘘でしょ。こんな番組あるの？まあ自分ね、めちゃくちゃ強い人とかで自信あるとかだとか、それやっぱね、こう挑戦者的な、まあね、比較的プロ歴短いとか、若い人はやっぱもう、ね、まっすぐって負けた方がいいっすよいや、ね。そっち本の当方に。が。ひよって負けるとやっぱかっこ悪いよね。こう、後で後悔するそうもそうそうそん。う。うんですよ。もうなんかめっちゃいいじゃん。切ろう。何曲親が園田プロドラが数万で、この。ティッシュの大きさがちょっと小さくなりますね。コンパクトに詰め られはい、てコンる。パクトに詰められましたね。なぜかさっき中林プロ上がった後、園田プロの顔見てましたから。いや、ティッシュ変わったんつい目がいってしまいましたですね。ね。はい。お、いいね。面単品したいね。もう抜かなくて。笑っちゃうから。毎順抜かそう。れてまあ、い堀く。は抜いても笑わないんで大丈夫です。堀、打ってる？犬打つ？麻雀打ってる？ 参加できて参る加感できじてなが、いでしょ。さっきもインシャンテモまであ行っまあ、インシて、ャンテンね、でし参た加ね。できそうだったんですあ、けど。いいね。現状まだエリカは、原エリカはね、2着ということで、通そう過でポすジシね。ョンですからね。あとね、上茶がね、仲間そうなんなんでですね、よ。はい。結構こうね、仕掛けて泣かせてくれるパターンもね。そうですね。まあ、オーラスとかが一番ね、このまま行ったらいいですよ。しかも、そオーラス、ラスベガス中林なんで、もう、一曲で終わりそうじゃないですう。か。っていうのも有利ですね、2着で行くっていうのが。はい。ああ、なんか。ケンちゃんどうしたはの？って言ってましたけど。どうしたんでしょうね。い。なかなか放送中に鼻血出ることって今まで経験したことあります？ない。ないですよね。すごい初。レアなこレアとが行われてますけど。いいね。普通に抜いてるだけなの。あ、これむずいね。何します？さあ、ターツオーバーですけれど。ローソー切ります？配置的にはローソーですよね。ローソー、ローソー。打点がちょっと気に食わないですから。い地や。層に行かれなんだ。じゃあ、椅子地層の三度受けちょっときついですかね。確かにじゃあ、想ね。像切っていきますか。まあ、一般的ですよね。どうせ。ウーソーかローソーどっちか切るかの差ぐらいですよね。さあ、これで面単品がちょこっと見える。もうウーピンにしお、た。ウーピン行きましたピね。ンズ高いからだ。謙虚だね。ええー、このいや、準備で。高いと思ってるんですよ。あと多分スピード的に、はい。もうついていけてないと思ってるのかよ。原エリカが G1 チーソー余ってて、はい。もう園田がね、ウーソーも余ってるんで、この手追いつかないから、ウーピン切っとこうって感じで。よくやるんですよ。リーグ戦とかで。そうなんですか。目いっぱいいかない。目いっぱいいかないっすね。行くときは行くんですけどね。メリハリがすごいんですよね。原プロも両面多いですが、なかはい。なか進まないですね。あ、あ、一番いいの来ドたラわ。だー。まあ、普通はスーピンか。はい。三面ちゃんと両面、シャンポンいいシャンポ追いつかないと思ってるんですね、堀は完全に。ン。丁寧ですね、そう考えると。守備意識強め。強いっすね。すまない。何も変わらそうっなすい。ね。まあ、一数素引いたらね、チャンピオンもある。あ、来た。あ、テンパイです。桃田プロが先制リーチといきました。街はローピンキューピン。はい。キューピンの役はリーチピンフドライチでですね。キューピンは残り2枚。ローピンは残り1枚ですね。はい。3枚か。3枚。はい。堀のキューピンがちょっと切り遅れちゃいました。トンは短期にしか当たんないから、とりあえず飛んで様子見と。はい。まあ、いかないですね。あ、減った。あと2枚だじゃなかなかさっきから両面でも薄いのが多いですね。まあでもさっき7枚目積もりましたからね。1枚あればいい人。このタイミングで抜きます？いやまあでも自然まあいやここは抜かなくていいです。ここはわざとですね。わざと、わざとで今すね。なんかリーチの一発目とか結構抜いてるじゃないですか。ああ、でそっもか。今積もった後に
つも終わった後に抜いてたんで、それはね、わざとじゃない。わざと、ね。あ、もう撤収か。リアンゾウ筋ね。チーソーって、多分教科書的には相当危ないですよね。相当危ない。相当危ない、ね。だってね、あそこ悩んでウイルスを切って、宣言杯が濃厚だからね。土層って 50% ですよ、ね、結構いいねか当たりですよね。うん、じゃあ、ホリプロもいけない。いけないけど。土層切れない。ああ。かといって何、何パーソーが安全なんで、あーパーソー切って、パーソーとスーピンぐらいいけるんで、はい、現物ですね。はい。パーソーですか。うん。いやね、ちょっとね、堀はね、当てられないんで、うん、パーソーでしたね。いやね、本当に難しいんで、堀と太郎さんの解説はやってて本当に難しくて、うん、よくわかんないことが多かったです。これ切るでしょうが、なかなかできない。これ切るでしょうっていうか、え、なんでこれ切ったみたいなのがよくあるんですよ。切った理由が分かんないやつが多いです、ね。組み取るのが難しいんです、ね。なんかこれ切るでしょだとなんか読んだ理由で押すってのがあるんですけど、うん、何これ切ったよく意図分かんないんだけどっていうのはちょいちょいありましたね。さあ、うん、降りる範囲は多分。そうですね。リャンゾーリャンゾーで。安全に行きましたね。くるみパ。リャンゾー以外は逆にあったのかな。まあ、あの手順だと三蔵とか相当取りそうですよね。うん、ウソウロウソウで三蔵って。めでとうね。どういう手順で。ロウソウウソウまだありますからね。まあそうね、なんか、だから。カンちゃんとかシャンポンとか否定されそうですもんね。公式だったらね、全然あの、ペン三蔵のね、1、2、3とかね。はい。うん、2差しはないけど、まあ、1、2、3の両面とね、どっち払うかみたいな。うん、でもそれでもウソウロウソウって並べちゃいそうだから、そうですよね、やっぱ、うん。引っ張んないですよね。うん、EP のとこで買えそうですもんね。うん、まあ、ただエリカはそこまでは多分そういう読みはまだできないと思うので、うん、まあ、とりあえずあのこっち側ですね、自分の手元を、はい、そう高い手を逃さないようにと微妙な手で押さないようにとですね、押し引きの基準をいつも言ってるのは、あの通りそうかどうかじゃなくて、はい、自分の手がいいか悪いかで押し引きを決めろっていつも言ってるので、決めようって言ってるのでね、はい、これが良くないんでやめると、はい、もう読みできないから、読みが難しいから三層とかよりはもう現物ね、しっかり現物を、はい、抜いていった方がいいと、はい、でリーチプラスリアンファンを目指して、右の身の愚形と遠くて安い仕掛けは法律で禁止していく。そんないっぱい出てます。はい、禁止されて、はい、最初にじゃ分かりやすい方がいいんでね。シンプルですね。そうですね。で、できるようになったら、まあ、自分でアレンジをね、加えて読みとかできるようになったりとか、馬鏡とかできるようになったらって判断ですよね。そう。こじらせると、そういう人で結構麻雀プロで馬鏡が寄りすぎて、うん、自分の手上がれないとか、相手の手を評価しすぎて、うん、手攻めに受けすぎて上がれないとか、結構ね、あの、いろいろな病にかかってしまう人多いですよね。はい、そう考えると難しいですね。難しい。だから勉強して弱くなる人とかいますからね、麻雀って。普通に打ってる場合に打てなくなっちゃうんですよ。病にかかると。理解が深くなったがゆえに。引き出しが増えて、使っていいのかどうかね。ね、本当に自分の手いくかどうかが一番シンプルで、そうですよね、うん、はい、いいと思う、うん、ジグザグ相撲しない、これはいけると思ったらニャンシャン点ぐらいからでも全然いくか、うん、いきますもんね、うん、まだ1枚9ピンは残ってるんですけど、残ってますか、はい、さあ、なかなか上がれない、はい、ギャンブラー自己注射でゴッドハンドってキャラクターあったの知ってます、なんかこう、そう、稲妻相撲っていうのやつもあるんですよ。ホリプロ、テンパイ入りましたよ。だけどですそうそう、それ、チョクさんのつも、そのつもりか。稲妻相撲って稲妻相撲って見てるとき、稲妻相撲してるな。あ、そうだ最後のつも、はいですって言おうと思ったら。大きい、これは大きい。ピーチピンフツも、ドラが1、2、3、ハネマン、はい、6000ウォールの上がりとなりました。ウォールですね。はい。これで、こうなったら一気に展開がめっちゃきつい。あのエリカはね、うん、親がないんですよ。うん、堀は親があるんですよ、うん。そこが大きいですね。